皆さんこんにちは、英語喉の上川です。 Hello everybody, this is Kaz。 本日はですね、英語の音がつながるとか脱落するとか落ちるとか、ね、リエゾンの練習というのを皆さんよくすると思いますけども、実はリエゾンっていうのは練習するほどのことではないというショッキングな話題を扱います。さあ皆さん、英語の発音を一緒に勉強しましょう。今日はリエゾンについての話です。英語が聞こえにくい、あるいは喋りにくいのはリエゾンという現象が起こるからだというふうに思われていますが、実はリエゾンがないという考え方もできるんです。それは音をできるだけ首の奥の方で発音すると英語の音が自然につながるということが言えます。例えば今年、 This year、ね、This year、 これを日本人が聞くと This year に聞こえるかもしれませんが、 This year をできるだけ首の根元の方で、皆さんここら辺の筋肉をリラックスさせて言ってみてください。 This year、 This year、 そしてそれをつなげてみてください。 This year、 This year、 すると日本人が聞くと This year というふうに聞こえるかもしれませんね。次の例をいきましょう。 Would you、 Would you like to go という時の Would you ですけども、日本人の耳には Would you と聞こえるかもしれませんが、首の根元の方で Would you、 Would you と言ってみてください。するとスムーズに音がつながって、日本人の英語に慣れてない人には Would you に聞こえるような音が出ると思います。次は少し難しい例にいきます。 An onion and an egg、An onion and an egg。 これはですね、オニオンとエッグということですけども、カタカナ的に聞くとアノニノナナネというふうに、なんかとっても難しい早口言葉のように聞こえるかもしれませんが、皆さんこれを言うときには一つ一つの単語を意識としては全部言ってください。ただ首の根元の方でリラックスさせて音をつなげます。意識的には An onion and an eggと言います。それをつなげてください。 An onion and an egg、 An onion and an egg となります。次の例で練習してみましょう。 I am an American。 これを首の根元でリラックスしてつなげて、みてください。 I am an American、 I am an American。 どうでしたでしょうか。今日は首の根元をリラックスして発音すると音がスムーズに自然につながるという話でした。ぜひやってみてください。 If you want a cookie, people have to subscribe to this channel. You get a cookie per subscriber. Okay? Ask people to subscribe to this channel.